さんこんにちは、内藤証券7110マーケットトゥデイ、本日は大阪より、浅井が投資調査部浅井がお送りさせていただきます。よろしくお願いいたします。本日はですね、日経平均株価350円安、トピックスで25ポイント安ということでございまして、まあ、今週は日本株週末の4連休ございます。それから来週 FOMC、 そして4、6月の決算発表がまあ本格化するということで、まあ今週も21日日本電産の決算発表ございまして、ややそれを控えて手掛けづらいという状況です。で、海外では感染力の強い新型コロナウイルス変異株の感染者数拡大がですね、まあ経済正常化の流れに水を差してまして、日本ではワクチン接種が遅れる中で、まあ緊急事態宣言下の東京など首都圏から再び感染ペースが拡大し加速しております。23日から東京オリンピックも開催されまして、まあ政治経済への影響もちょっと懸念されるところでございます。さて、ですね、パッと見ていただいて、日経株価はまあ350円安、トピックスは25ポイント安ということで、円相場の方が110円割り込みまして、109円ということでございました。2枚目いきますと、一番下ですね、騰落レシオが 83.9% まで 6.1 ポイント急低下というところでございます。だいたいまあボトム圏、最近でも 80% 割れでボトム打つことが多いんですけども、まあ、70% 割れが一番よく言われる、まあ、ボトムを示唆する水準と言われております。それから3枚目いきまして、業種別の株価指数ですね、世界的な、まあ、新型コロナウイルス変異株による感染再拡大を懸念して空運業が、まあ、値下がり率のトップ、まあ、そのほか素材型の鉄鋼とか非鉄金属、そして、まあ、加工型の電気輸送機器、まあ、そういった製造業が、まあ、軒並み、値下がり率の上位に顔を揃えたということです。一方で下の方ですね、右下の方、医薬品ですけれども 0.26% 上昇ということで、今日はまあ中外医薬、そしてエーザイなどがまあ上昇して、医薬品、一業種がプラスになったということです。さて、チャートを見ていただきましょう。ニューヨークダウの工業株30平均株価、非常にまあ高値圏で、まあ先週下がりましたけれども堅調ということでございます。まだ13週線よりも上向きの13週線よりも上で推移しています。2枚目、ナスダック総合指数の方もこの上の青いラインをブレイクしてですね、その後先週下がりましたけれども、まあ、依然まあ上昇トレンド維持という形でございまして、次のフィラデルフィア半導体株指数ですね、こちらの方がちょっと下げが大きくなってますけども、こちらの方は半導体の受託生産の最大手台湾の TSMC です、ね、こちらの方が15日に発表しました4、6月の決算が、まあ、市場予想を若干上回ったと、いや下回った、若干下回ったということですね。ということで、まあ、利益確定売りのきっかけになりまして、半導体株全般がちょっと売られたというところでございました。まあ、売上高は予想を若干上回ったということでございまして、まあ、ちょっときっかけになったということでしょうかね。それから、アメリカの10年もの国債利回りですけれども、こちらは、まあ、感染再拡大を懸念して、景気の与える影響が懸念されるということで、まあ、金利の方は、まあ、低下基調をたどっているということなんです。それで円相場の方は、先週は揉み合ったんですけど、ここのところちょっと円高気味に触れてまして、まあ、円安方向のトレンドがややちょっと崩れ気味ということでございます。まあ、アメリカのですね、金融緩和ので政策の長期化観測がございます。まあ、そういったこともあって、最近はドル売り円買いの動きになってきたということでございました。それから上海総合指数ですけれども、こちらの方、直近現在多分、プラス、若干のプラスになっているかと思います。一方で香港ハンセン指数がですね、2% 近い下げになってまして、500ポイントを上回る下げになっているというところにでございます。それからですね、日経平均株価、まず日足から見ていただきますと、ご覧の通り200日線を2回目のちょっとトライという形になってまして、下向きのですね、今日は安いところで509円安で 27,493 円までありました。200日線の水準が 27,673 円でございまして、ここをちょっと今試しにかかっているというところでございます。週足で見ますとご覧の通りでございまして、5月13日安値 27,448 円にちょっと接近しつつあるという状況であります。ややちょっと下向きの形にはなってきているということですね。
それで、表を見ていきますと、最低改ざんと売り算、信用改ざんの推移、いつも見ていただいてますけれども、紫色の信用改ざんが、昨年の3月27日のボトムから1兆7540億円から2倍強のですね、105% 増、3兆6041億円まで増えてきているということで、相場がですね、底堅さを見せておりますので、押し目買いを入れやすいということで、直近高値を取って反落した銘柄については、ちょっと重荷感になりかも、場合もあるかもしれません。むしろですね、次のページですが、高値期日到来予定ということで、高値日、書いてますけど、これ6ヶ月後が期日になってきますが、これによって、期日通過でですね、重荷感がちょっと消えて、少なく減ってくる、減少してくる銘柄なんかがちょっと狙いどころに今後なってくるかなと。ただやはりその直近のその底堅さから、なかなかちょっと信用財源が減っていない銘柄もありまして、その辺もちょっと注意する必要があるかと思います。直近では1月21日の高値で7月21日期日の TDK ロームからですね、こういった電子部品、ルネサス、LSI のルネサス、村田製作所ですね、積層セラミックコンデンサーの村田製作所、日東電工ですね、それから安立なんかも1月28日の高値で7月28日期日でございます。他にも来月の初めにはソニーグループ、そして自動車関係の日産自動車とかですね、GS はそのリチウムイオンバッテリー関連、それからシャープ、パナソニック、そしてロボット関連のキエンス、安川電機、そして日本電産、このあたりが高値期日でやってくるという形でございます。それから、トピックス、グロース指数、バレー指数の推移はですね、本日はグロース指数の下げがややちょっと小さめになっておりますが、ややちょっと低下気味ですね。業種別の株価指数ですけれども、直近ちょっと強めなのは、内需ディフェンシブ系ではサービスが強め、建設が強めですね。それから一部の小型株がちょっと上向きが続いているということです。2枚目いきますと、機械、そして卸売業あたりが若干ちょっと堅調というところですかね。あと、海運もちょっと上の方で下向いてますし、電気も直近ちょっと下向きという形でございます。さて、今日の銘柄ですけれども、7月に入って通期業績を上方修正した銘柄、あまりないんですけれども、その中からちょっと銘柄を拾ってみようかということでございます。こういう試合ですので、なかなかちょっと銘柄選択も難しくなってるんですけども、東証一部上場銘柄で直近予想期の会社予想、営業利益が前回の予想数値を 10% 以上上回るということで、チャート面も勘案して選別してみました。ご覧の通り、次のページ図表出てますけども、クリエイトレストランズから始まりまして、こちらフードコート、レストラン、居酒屋などを運営している会社ですね。こちらただ各自治体からの時短協力金の見込み額が増加したことによる上方修正ということで、あまり評価はできないかもしれません。株価はある程度織り込んでる、悪名を織り込んでいるかと思いますが、あと理想教育は個別指導塾で3月から、新規、ですね、教室の、会を積極化してまして、生徒数が増加していると、拡大しているということです。それから OSG ですね、こちらはネジ切り工具とか切削工具、ドリルなどの大手総合メーカーでございまして、自動車工具機向けが中心になってきます。中華圏中心に、需要が堅調ということで、欧米も回復基調にあるということで、情報修正しました。富士越も工具、工作機械、ロボット、ベアリング、油圧機器などに展開してまして、主力の軸系ですね、ベアリングとか油圧機器が、好調ということで、自動車生産の減速の影響はないということでした。それから安川電機も、皆さんこれ有名ですのでご存知かと思いますけども、 AC サーボモーターが中国で 5G 向けとかですね、新エネ関連で、伸びてまして、日米間で半導体電子部品関係、関係が拡大しているということです。ロボットの完成品につきましても自動車向けが大幅回復しているということでございまして、なかなか株価の方がですね、直近波乱含みで上がってない銘柄も多いんですけども、そういった中からですね、今後株価が落ち着けば再評価もあるかなというふうに思います。オプテックスグループはですね、屋外の防犯用、それから自動ドアのセンサーの世界トップでございまして、ヨーロッパ向けが好調ということで、それから FA 関連のセンサーも作ってるんですけど、こちらは国内アジア向けが予想を上回るということです。
まあ、他にもそうですね、アイドムは中古車 の、のガリバーを展開している中古車の買い取り、小売りの最大手ですけれども、こちら国内の新車供給不足によりまして中古車販売が好調なんですけれども、大型店の展開効果も出ているということです。あと AIT、 こちらは日中間中心の国際貨物事業を輸送事業を展開しているという会社、フォワーダーですね、という会社です。ということで見ていただきますと、やっぱり中国関連がちょっと多いので、まあ、中国なんかの動向も見ていく必要はあるかとは思います。本日はちょっと11銘柄でしたけれども、ご紹介させていただきました。以上です。ありがとうございました。